心の貧しいものは、心の貧しいものは幸いです、幸いです。天の国は、天の国はその人の、その人のものだからです、ものだからです。マタイの福音書、マタイの福音書五章三節、五章三節、せーの、アーメン。はい、それでは今日これから勝利先生と一緒に、心の貧しい人は幸いですというメッセージをします。どんな時に嬉しいなとか楽しいなと思いますか？例えば美味しいおやつを食べてる時、大好きなおもちゃをもらった時、お友達と遊んでいる時とか、ママとパパと一緒にいる時、どれも嬉しいやんな。嬉しいし幸せだなと思います。でもイエス様は今日はそういう人ではなくて、心の貧しい人が幸せなんだよって言いました。心の貧しいってどういう意味か知ってる？貧しいって意味は知ってる人？貧しい、あ、知ってる？貧しい人っていうのは、ほら見て、お金がない人。お金がないとどう？ご飯買える？ご飯買える？買われへんやんな、お金ないと。お金ないとおもちゃ買える？買われへんな。お金ないと、あ、お腹が空いた時に病院行ける？病院行けません。お金がないとお家、この人どう？お家ある？ないです。お家がないほどお金がない。お金がない人は貧しい人って言います。実際に他の国、先生がいていろんな国とかでは、他の国ではお金がなくて食べるものがないから、悪い人たちがいてお引越ししたい、例えば隣に悪いことしてくる人って嫌なのか。お金がなくてお家もないし、寒い時どうする？みんな寒い時布団、そう、家帰って布団なんか入るやろ、服着たらいいやろ。でもお金がないとお家も布団も何もありません。お金がないと病院にも行けないし、違う国に逃げたいのにお金がないから行けない。そうやって貧しい人たちはお金がないせいで死んでしまう人が他の国ではたくさんいます。貧しい人たちはみんなお金がないと生きることができない時があります。それと同じように心の貧しい人は、貧しいってどんな人やった？お金いっぱい持ってる？持ってない？持ってないやんな。そう、持ってない人、心の貧しい人っていうのは神様がいないと生きていけない人たちです。私たちがこうやって安全に暮らしたり食べたり飲んだりすること、全部神様がいないとできません。そのことをちゃんと分かっていて、神様、僕は神様がいないと生きていけませんという人が心の貧しい人です。みんなが今こうやって生きていることも、教会に来ていることも、お友達といつも遊んでいることも、神様が全部みんなを生きて守ってくれたからできることです。そのことを感謝する人がイエス様が幸せな人ですと言いました。今は友達がいるから幸せかもしれません。チュー君、もしな、水鉄砲さ、こんなでかいやつ勝利先生があげたらどう？嬉しい？嬉しくない？嬉しいやんな。でも勝利先生がその鉄砲をパッて取ったらどう？嬉しくないやんな、それは。そう、今幸せで、あ、水鉄砲もらったら嬉しいと思っても、その幸せはずっと続くかって言ったら、もし取られたりしてしたり、一緒に遊ぶお友達がいなかったら嬉しくありません。ここにみんなが幸せだなとか楽しいなと思ってることも、いつかはなくなってしまうかもしれません。でも神様が言う心の貧しい人は幸せですっていうのは、一生なくなったり消えたりはしません。イエス様、なんでかって言ったら、心の貧しい人は幸いです。この後みんな読んでみる？心の貧しい人は幸いです。次いくで。天の国は、天の国はその人のものだからです。その人のものだからです。そう、心の貧しい人、神様がいないと生きていけないよと
お祈りしたりちゃんとする人は天国にいる行くことができます。神様が心の貧しい人を天国に行けるようにしてくださいます。だからみんながイエス様の言う心の貧しい人となっていつもイエス様を求めるようにイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。はい、それでは手を合わせて